生まれたの4は、引きこもぎでもできる仕事で調べると VTuber とか動画投稿なら上がるけれどう思うか、ストレスの9割が人間関係と言われる話。クモン先生は顔出し NG、 SNS もしない作家、正体、性別、年齢も不明と言われています。水木は水の彼氏と言っている人物がクモン先生本人とは知らないので、不細工だから顔出ししないのではないかと言っていますが、クモン先生はクリエイターは長く作品を残したいから同時代の人とつながる効果を感じない、他人は怖い、関わりたくない人で溢れている、ストレスの9割は対人関係であると言っています。嫌われる勇気、アドラー心理学で出てきますよね。クモン先生は仕事はしていても仕事以外の人とは関わらない、引きこもぎのようなものだと言っています。自分の好きなことだけやって生きていければいいですが、実際はそうはなかなかいかないですよね。